こちらカタツムリという作品です。1994年の作品です。この作品を撮った後に私は萌えの朱雀の脚本を本格的に書き上げ、そして、奈良県は西吉野村に入って行き、小野町子と出会い、あの映画を完成させ、そしてカンヌで新人監督賞を取ることになります。この作品、まずですね、今見ていただいたシーンの中で、私はあのお家の台所から扉を開けて、おばあちゃんが畑仕事している姿にこうね手をかざします。そこからパッとこうお家を出てですね、実際のおばあちゃんに触れに行きます。ここで私があれはもう計らずにこう思わずやってしまってるんですけども、当時ではあのさっきも言ったようにこうカメラがもう私にとってなくてはならないものというのか、もう持ってることが当たり前というような存在になっているので、カメラの眼差しと自分自身の眼差しっていうのがもうほとんど同じような感覚になっていました。でいつも見る台所からのそのおばあちゃんの、存在、それを愛おしいなというふうに撫でていくことだけど、そこから本当に触れたいなっていうふうに思うことっていうのが同時に起こったのがあのショットです。でもそこであることに私は気づくんですけれども、でも待ってよ、これをカメラを持ってシャッターを押して撮ってる自分と本当に彼女に触れてる自分っていうのはちょっと違うぞと、ちょっとだけね違う。でカメラを持っていなければああいうことはできないぞというのも思いました。で当時またこのあのカタツムリというのを見て、ちょっと意地悪な批評家の人とかはあのそれはまあ川瀬さんのおばあちゃんとはすごく仲いいんでしょうねと、その仲いい風景をこんないっぱい見せられてもそんなねなんかねみたいな、なんかそういう感じもありました。でもいくら言っても分かってもらえないと思いますが、私はこのおばあちゃんと日常的にほとんど会話ができずにいた時期です。もうずっと反抗期が続いているというのか、どこかでその父と母の存在があって、そこと出会えない自分と、おばあちゃんしかも当時はいなかったので、私が中学生の時におじいちゃんは亡くなってしまっているので、おばあちゃんといくら将来の話をしようと思っても彼女は全くそれには、なんていうか知識がなかったりとかアドバイスをくれたりとかはしてくれない、そのなんか自分の境遇に対してものすごく苛立っていたりとか、またはその親戚たちが集えるような場所ではなかったりするので、そのおばあちゃんとの関係性だけで自分が存在している、家族というものがこの人だけで、もちろん裕福ではないので日々内職をしながら生活をしなきゃいけないっていうような、そういう状況だったし、そんな中でなんかこうずっと反抗期が続いているというような状態、そのことをばあちゃんとは仲良いからいいねっていうふうに思われるような映像になり得たのは、カメラを持っている時に何かこう普段とは違う行動をしている自分がいるからなんですね。つまりその後にちょっと撮ってる窓ガラスに自分が手をかざしてずっとなんかこう空を撫でてるみたいな、なんかそういうショットがあったと思うんですけど、あそこでちょっと冬っていうこともあって手をこうかざすと窓ガラスに梅雨がつくんですね、曇ってくるっていうか、梅雨がついてその梅雨がこう垂れてくるんですね。私はあれをこう撮ってる時に、私が生きてなくって、私がこの窓に手をかざしてなければこの梅雨が流れることはないっていうことにも気づくんですね。つまり私が何か世界に関わっていかなければ物事は起こらない、
そしてそれを思った時にあの扉を開けて実際のおばあちゃんや隣の人や犬やに私はその映像を撮りながら名前をつけていきます。世界に名前をつけていくんですね。もちろん今まで習ったことのある名称です。おばあちゃん、犬、空、雲、洗濯物、全部私の知ってる単語です。でも明らかに違うのはそれを意識して世界だというふうに認識して私が名前をつけたことなんですね。これを実感できた私は主観と客観っていう感覚を持ちます。一番最初に今言った私が本当に生きてる自分とシャッターを押しながらそれを撮ってる自分とは少しだけ違うっていう、そこが主観と客観なんですね。それを撮って形にしようとする自分は客観性を持ってそれを見ています。ですけど本当におばあちゃんに触れたいと思う気持ちは私の主観です。おそらくこれは映像に限らず小説でも絵画でも音楽でもさまざまな分野における表現において主観と客観を持っている人の作品は強いと思います。そして観客である自分ではない他人との共感を得ることができると思います。だから私は萌の朱雀を描くことができた、この作品を作ることで書くことができたというカタツムリという作品です。少しここでですね、今までは3分ぐらいの作品だったんですけれども、去年の釜山国際映画祭で、依頼されたプロジェクトの中に、短編を撮ってくれないかというお話がありました。そこで、去年私はこのショートショートの、フィルムフェスティバルの中で審査員をさせていただいたんですけれども、でその代表である別所さんを、実はここ裏話なんですけど審査員断ってたんですずっとでもできないできないできない、そんな 100個も作品見れないとかいろいろ理由作って、いや私奈良にいるし無理無理とかって言いながら言ってたら、もうねスタッフがね、さっき の、 あの奈良さんとかまあいろいろいらっしゃるんですけども遠野さんとかいらっしゃるんですけど、しつこいんですね。もうね、もうこれと思ったターゲットはもうあの逃がさないみたいな感じの、まあしつこさと執念と、まあこの映画祭への愛情、映像への愛情というものがあるんですけど、もうその執念に負けましてね、で分かりました引き受けますっていうふうに言ったけれども、じゃあ別所さんに私の作品出てもらえませんかっていう、で別所さんも僕も忙しく、まあ、J-WAVE ね毎日やんなきゃいけないしねみたいな感じを言ってたかどうか分かりませんが、あのゆるぎんっていうね、あの人にちょっと、まあ、あのマネージャーさんにですね、いろいろこうお話ししつつ、じゃあラジオ出した後にすぐ来るとかっていう風にね、東京で撮ります、じゃあ2日だけくださいみたいなことで撮った作品があります。タイトルを嘘ですけど、これをですね今日は皆さんに特別見ていただきたいなというふうに思います。ではよろしくお願いします。日本の皆さんにお見せするのは初めてですかね。まあ、プサンであのお披露目をしたんですけれども、こういった場で上映するのは公式的には初めてかなと思っておるんですけれども、間違ってたら言ってください、これ2日で撮りました。そして、あの半日しかいただけなかったので延べで言うと1日ですね。はい、あの J-WAVE されているのでね、はい、J-WAVE 終わってから、はい、来ていただいたので、で、まあ、あの別所哲也さんはあのこう今まで の、 あの俳優としての人生の中で、どういった作品に出られている、全部見てるわけではないんですけれども、あの別所さんのお知り合いの方から言わせると、すごくなんていうのかな、
ワイルドでセクシーに描かれているというふうに評価していただいているようで、それはそれで良かったかなと思っているんですけれども、何が嘘で本当なのかっていうことをまずは私はちょっとテーマにしました。で、普段自分が海外の映画祭などに行って通訳の人を交えてインタビューをされることがよくあるんですね。この間もカンヌに行ってきましたけれども、カンヌで自分の作品が公式上映されているような都市に行くと、2日で80件ぐらい受けることになるんですね。で、特に主要なフランスとかそういう公開が決まっているところの記者さんは、多くとっても30分ぐらいでも1日ずっと取材をしている。そうするとそのもうさっき言ったこと同じように言うのがもう非常に苦痛になってくるという時があります。なのでちょっと違うことを言ってみたり、もしくはもう通訳の人にさっき出た質問からはい言ってっていうふうにもう勝手に言ってもらったりすることも結構あるんですね。で、そんな中でもしこれ通訳の人が違うこと言ってたらどうなるんだろうとか、でもし私とこの通訳の人が恋人関係にあるのに、この質問が恋人のことを言われた時に、いや私の恋人は本当うだつの上がらないやつでねとかっていうのをその通訳の人がどうやって答えるんだろうなって、こう通訳の人っていうのは今も同時通訳していただいているわけなんですけれども、なんかこう自分の人格を消しながら言わなきゃいけないわけですよね、基本はね。だけど結構その名物通訳者になってくるともう勝手に言っちゃってたりする人もいたりすると思うんですね。でそんなところでちょっと思いついた今回は企画だったんですけれども、いろいろチャレンジをしています。まず大きく一つはスクリーンサイズが3対4という非常に昔自分が学生時代に撮っていたサイズで撮影をしています。つまりビスタサイズとかいろいろ今ね横長にどんどんなっていく世界の中で4対3っていうね、この視点っていうのは実は自分が見ている眼差しにやっぱ近いんですね。パノラマで普段見ている人あんまりいないと思います。なのでその視点がしっかりと定まるっていうところで、あえてこの狭い、サイズを選びましたということと同時に、ピントもねちょっとこうブワーってブレていくっていうか、こう図を結ばないっていうところがあるのも、普段自分が見てる時に意識が遠のいていく時とか目の前でバーッと喋られるとなんかもう全然頭に入ってこないんだけどっていうような時もあるかと思うんですね。そういうのもちょっとこうカメラの技術的なところでチャレンジしたっていうのが1個あります。今までほとんどそういうことはしてなかったんですけれども、それからですねやっぱり国際的に、映画祭とかの場で上映することが多い時に字幕っていうのはもう確実に必要です。サブタイトルですね。なんですけれどもこの字幕のありようが少し変わるだけでその言語で見ている人の印象が変わることがものすごくあると思っています。というわけで、私は今回あえて全く字幕を入れておりません。もちろん気づかれていると思うんですけれども、英語で喋っている時には本来日本語を入れなければいけないですし、日本語を喋っている時には英語を入れなければいけないんですが、基本的に通訳を彼女がしてますから、それは皆さんにどの国の人にも伝わるのではないかなと、もちろん、英語圏の人ですけれども。というわけで、抜かしているその通訳彼女が言ってないところもあります。だけどそれも含めて映画の最初から最後までセリフを全部覚えてる人はいないですよね。そこもチャレンジしてみました。重要なポイントのそのセリフだけが観客の人に入っていった時にどのように感じてもらえるのかっていうことですね。その作品の世界が大きく壊れることはないだろうと思いました。そういう意味では実験的なことを大きく言えば2つやっております。
別所哲也さんにはですね、もう全裸になっていただいてシャワーシーンに臨んでいただいたっていうところで、本当にあの裏と表のない人だなというふうに思いましたし、明らかんとこう脱ぎ捨てる感じがあの惚れてしまいそうになったというのを付け加えさせていただきたいなと